はい、こんばんは、ハレです。今回もね、最近購入したものを紹介していこうかなと思ってます。まずね、うまるちゃんね、ネンドロイドうまるちゃん購入しました。うまるちゃんね、これかわいいっすね。これね、これちょっとフードが取れない仕様になってますね。このまま漏れちゃう。フードね、取ると取れますよ。こんな感じになっちゃうんですよ。だから取れないと。なんか一体型になってますね。まいちゃん。まるーん。ってことでね。ね、まあ、まるちゃんはね、この宴セットとかね、入ってますね。とかね、ちょっと開けますか。腕のパーツとかね、顔のパーツが4種類くらいありますね。あとは、うまるのゲームとかね、宴セット、コーラとかね、ポテチ、今入ってますね。まるーん。ということでね、早速行ってみましょう。まずはね、これです、ゲーム。限界突起、燃えろクリスタル。これ初回特典の何でしたっけ、プロダクトコードね。ね、ソフトね。これ開封しましょうか。今度は、裏を追い求める冒険だ。ブラス。はい、開いてみましょうか。CD ですかね。裏はこんな感じです。限定版です。このシリーズもね、結構好きなんですよ僕。ソフトね、いいか、ね、いいか。何入ってるかというとね、 CD、ボイス CD。 これ見ます。こんな感じですよ。おお、ね、このシリーズ結構やってますね。まだクリアしてないんですけど、前のやつね。あとと、あとはね、今回も購入しました。アイドルマスターシンデレラガールズ地方湯パック5巻。ってことね。みおちゃんっすよ。ちゃんみお。みおちゃん。みおちゃんとか消費。みおちゃんね。まあ、次。今回は、ラブライカとランコちゃんですね。OK。ポスターカードね。何でしょうこれ。あ、こんな感じです。みおちゃんね。
今回この濡れTって言うんでしょうか、 T シャツと水着みたいな感じですよ。あと何しこの衣装ね、と制服取れるみたいですよね。で、次回は11月26日ですね。ね、この制服とさっきの水着 T シャツの T シャツと水着のやつと、これかわいいでしょうね。よっちゃん、はい、次はね、これなんだろう、ブリパラの映画、劇場版、プリズムツアーズね、みんな集まれプリズムツアーズ。これね、ちょっと見たんですけど、なんつうんだろう、プリパラ見始めた人にはちょっと厳しいかもしれないですね。ずっとこの、プリティリズムシリーズとかね、見てる人だったらちょっと、まあ、だったらちょっとわかると思うんですけど、プリパラから見た人にはちょっと厳しい内容なんじゃないかなって自分は思いましたね。 CD と本編ね、あとはこれ何でしょう、 IC カードステッカーね、カード、バニーマジシャンゴールデンワンピと、これバニーマジシャンゴールデンシューズとかね、何ですかこれ、ハルル、かしこま、これ何でしょうね、4ルート乾燥ね、こういうちょっと見にくいかもしれないですけど、プリパラシリーズね、プリパラシリーズなんじゃねえ、プリティリズムシリーズとかね、見てる人だったらちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。前回のね、これプリティリズム、プリズムスターセレクションとかね、これから見てる人だったらこれ絶対面白いと思う。とね、アイリスのね、ワールドツアー、ね、ファーストツアー2015ね、ブルーレイ、前回ね DVD、 これ前回なんだしやつなんですけど、ファーストコンサートのやつですねは DVD しか出なかったんですけども、今回またブルーレイツアーということでね、ブルーレイ、プリパラの曲も歌ってますよ、これ歌ってます、入ってます、これいいですね、アイリス、アイリス好きなやつよ。でね、ゲームだとね、デスティニーレジェンダリーエディションとかね、あれなんですよ、あのDLC 単品で買うと結構値段いっちゃうんでね、こういうソフト新たに買ってもいいんじゃないですか。僕はこういうの買いましたね、新たに。これあまり DLC だとねちょっと高いかなと思うんで、とね、シャーロットね、これ開けましょう、開封しましょう。妹ちゃんかわいいな、これ何でしょう、ああシナリオダーマイの、とね、
何でしたっけこれ、なんか CD、 こんな能力者は嫌だ、ドラマ CD でしたし、シャーロットね、面白いですよ。あとはね、ショベルクね、4巻、今回はモアちゃんとロムねのギャラソン入ってるみたいです。ということで、まあこんなとこですね。あとは恒例の CD いきますか。よいしょ。まずはね、これなんでしょう。沢野さん。沢野ひろゆきさんの、サントラベスト。沢野さん好きなんですよ。シャーロットね。何でしたっけ。ジエンドのシングルですね。アルバムも出るみたいですね、今度。あとは、のんのんびよりね、エンディング。ニャンパス、これは何でしょう、キャラソンベスト、あとはサントラスね、2期の BGM すごくいい方ですね、サントラ買いました。あとはオーバーロードですね、エンディング、オーバーロードのエンディング、あとはプリズマやりの、これ、エンディングでしたね。埋まるん。で、これは、キーノさんのセカンドアルバム。キーノさん好きなんですよ。これ、ハーストアルバムとかね、グローとかね、ものすごい好きですね。これにも入ってますね。グローとかね、キーノさん。まだ聞いたときない人にはめっちゃおすすめの曲ですね、キロさん。これ何でしょう、ゲート、岸田教団、アントザ、明け星ロケッツね。もうめっちゃいい歌っすね。岸田教団アンド、明け星ロケッツね。アルバムも買いましたよ。岸田教団ベストとかね。こんなとこかな。今回はこんなとこです。もうちょっとやろうかな。ミニ四駆ね、ずっと作ってます。こんなもん作りました。これ、よくないですか？この、何でしたっけ？フレームアスチュートってやつなんですけど、この形結構かっこいいっしょ、これ。F1 みたいな。かっこいいな、これ。これ気に入ってますね。最近作ったんですけど、この形。フレームアスチュート。ね。もうちょっと、あと1分ぐらいになります。ユカタン、神楽坂ユカタン CD、ライブ会場限定とやつ。ひと夏の秘密と。これ最近出たんですけどね、これまあライブ会場限定なんですけど、僕行ってないですけど買ってきてもらいました。これ初恋って最初に出たやつね、どうよかった、ドキドキパインパインとかね、とかね、ブルーレイ、これずっと全部 LP ジャケット仕様ってでっかいやつなんですけど、
こんなとこっす。今回はこんなとこでした。どうでしたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。